はい、じゃあ1分で紹介いきたいと思います。今日はスマッシュの鉄板コースをご紹介します。こうやって早めに構えて、まあ、特にまあこれは男子向けかもしれないですけれども、とにかく逆クロス方向ですね、こちら側にしっかり持っていく、体の回転をせずにこのプロネーションだけを使って少しラケットを左に傾ける状態でインパクトして、そのまま体回さずに振り抜いていけば、もう勝手にね逆クロスサイドに飛んでいきます。ラボールに対してそのままこう入っていって、こっち側に当てるだけで逆クロスに飛んでいきますので、このコースをしっかり覚えておけば帰ってきてもボールで決めれるし、ほとんどねミスしないコースですので、相手をしっかり追い出すことができます。深く打とうとしすぎるとこう体を持っていったりとかですね、体を前に向けたりとかして面が上に向いてくるので、スマッシュはとにかくこのどこに来ても体を開かずに逆クロスにですね、もうあっちの方向さえ練習しとけばもうこれ鉄板コースですので、頑張って練習してください。